昔の人はどうやって日時の約束をしていたのだろうか、とふと疑問に思っているゆっくり霊夢です。今だと時計があるから分単位で時刻の指定ができるんですけどね。基本的に30分前行動をするようにしている、心配性なゆっくり悟りです。今回は三国志武将紹介。紹介するのは母親を戦場に連れて行った武官、ジョコンよ。連れて行く方も行く方だけど、戦場についていくお母さんの方もなかなかにヤバいなと個人的には思っているわ。自分の子が心配だからお母さんも職場までついて行っちゃったのかな。まあその職場は戦場なんですけども。さて改めて紹介するのはジョコン。孫家の血を引く男。母親を軍師代わりにしながらあまたの戦場で功績を打ち立て、孫権とその子である孫策を大いに補佐した勇敢なる武将。彼は一体どういった人物なんですか？ジョコンは幼衆後軍府春剣出身の人物よ。彼のお父さんは女神という人物で孫権とかなり親しい間柄だったみたい。故に女神は孫権の妹と結婚することになり彼らはジョコンを産んだみたい。ジョコンは若くして衆軍に出仕したものの、五冠末期に漢王朝が乱れると彼は管理を辞め、孫権が反董卓連合に参加するために挙兵するとジョコンもそれに参加したの。ジョコンは孫権に付き従い功績を立てたので偏将軍にまで出世したみたいね。むむむ、いきなり将軍にまで出世したんですか。その後孫権が戦死してしまうとジョコンは孫策に仕えたようで、孫策が演術の配下として幼衆志士流用配下の反応、ウビラの討伐に出陣するとジョコンもこれに付き従ったみたい。孫策軍は東離港の長英を攻めようと思っていたんだけど、この時孫策軍で船が不足していたため軍を一旦ストップさせ、十分な数の船を用意してから進軍するという慎重策を取ろうとしていたの。この時、軍中にいたジョコンの母親は孫策の愚策に気づき息子に検索してあげたみたい。なんでジョコンの母親は軍中にいるんでしょうか。まあ彼女は孫権の妹ですしお兄さん譲りの勇気を持っていたのかもしれませんね。ここでジョコンの母親はおそらくですが幼衆の役所がこれから多くの水軍を援軍として送ってくるでしょう。今我が軍は有利ですが敵に援軍が来ればその利もすぐになくなる実に危ういものです。なんで自軍が有利なうちに敵軍を攻めないのですか。船がないのならガマや足を使っていかだを作って船の代わりにすればいいだけの話ではないのですか。と息子に話し、ジョコンもこれをもっともと思ったのかこの母親の話を孫策に伝えたの。孫策はこれを聞くとすぐさまジョコンの母親が伝えた通りに軍を進めて長英を破り、さらに策友、流用も敗走させた。ここで孫策は演術が命じている丹陽大主演員が気に食わなかったのか、ジョコンに演員を攻撃させて、ジョコンを代わりの丹陽大主に任命したりしているの。しかし、孫策はジョコンの兵士がこれ以上増えることを不安視していた。これ以上軍勢を持つと自分よりも力を持ってしまうのではないか、と。特にジョコンは孫権の時代から功績を上げ続けている歴戦の将ですからね。だから孫策は後継を新たに丹陽大主にしたの。彼は過去に丹陽大主だった経験がある男で丹陽の人々からも懐かれていたからね。それでなくても孫策は是が非でもジョコンを手元に置いておきたかった。これから先もおそらく戦いが続くと思われるので、ジョコンの持っている兵士を自分の手元に置いておきたかったのよね。ここで孫策は新たにジョコンを特軍中郎将に任じたの。下手にジョコンを大主にしちゃうと彼を戦場に呼べなくなっちゃいますからね。孫策もジョコンの力を頼りにしているというわけですか。200年、孫策が暗殺されて孫策の弟の孫権が孫策の覇業を受け継いだ。この時、露光大主李術は孫権を軽んじて彼に対して謀反をしたので、ジョコンは李術討伐戦に参加して功績を立てて光徳公に報じられ、兵与将軍にまで任命されたの。これからだ、って時にジョコンは高祖討伐戦で流れ矢に当たって戦死したみたい。ジョコンも孫家三代に仕えていた人物だったんですか。戦いの経験が豊富なジョコンでさえあっけなく戦死してしまう戦場ってのは本当に恐ろしいものなんだなと改めて感じますね。さていかがでしたでしょうか。今回の人物は、
もしよければチャンネル登録や高評価をお願いいたします。感想のコメントや紹介してほしい武将のコメントも大歓迎です。戦場にお母さんを連れてくるあたり、常識に縛られていない男でした。それじゃあ今回はここら辺で、まったねー。